はい、どうも皆さんこんにちは、シマワタイムです。イエーイ。はい、今回は理系大学生のパソコン事情を紹介させていただきたいと思います。大学生活のスタートにはパソコンが必要不可欠となります。なぜかというと、研究であったり、学習であったり、その他いろいろですね、部活であったり、いろんなところで使う場面が多いです。今回は芝浦工業大学の学生が実際に使っているのを学部ごとの特徴を、紹介しながらパソコンについて紹介させていただきたいと思います。芝浦タイムズ。そうしましたら、まず一つ目の事例となります。はい、そしたらまずシステム理工学部機械系の A 君についてご紹介させていただきたいと思います。この学生は Windows 10ホームを搭載したパソコンを使用していまして、スペック詳細はこちらのようになっています。はい、ソリッドワークスだったり FEMAP、ANSYS CAD FUSION 360などの解析ソフトウェアとデザインツールを授業等で使用されているようです。実はこのパソコンは買い替えたパソコンらしくてですね、というのも入学当初のメモリとかはこれよりも結構スペックが落ちたものを使っていたそうなんですが、より複雑な機械設計だったり解析作業を行う際にはより高スペックなパソコンが必要だったようで買い替えをしたようです。はい、次に2つ目に行きたいと思います。2つ目は工学部機械系の B 君のご紹介になります。この方は Windows 11を搭載したパソコンを使用していまして、詳細スペックはこちらのようになっています。工学部の機械系ですとオートデスク関連の CAD ツールであったり、 Adobe のイラストレーター、よく皆さん使われるとアクロバットであったり、さらに ANSYS といった流体解析などのソフトウェアを使用しているようです。はい、特にプログラミングやシミュレーション関係の作業では迅速なデータ処理が必要らしくてですね、適切な容量だったりメモリが必要だそうです。また Mac の OS などは結構機械系だったり工学部の方使用しづらい傾向があるようなので、特に購入の際は注意してください。次に、3つ目となります。3つ目はデザイン工学部の C さんの情報になります。まず OS はですね、こちら Mac の OS となっていまして、詳細情報こちらのようになっています。はい、デザイン工学部の方はデザインソフトウェアである、Adobe Illustrator、Photoshop、After Effects、Figma のようなグラフィック重視のアプリケーションを使用しているようで、高速なグラフィック処理能力を必要とする Mac の OS 使用している人が多い印象です。また MacBook は、iPhone との互換性もいいので、すぐに AirDrop で行き来することもできますので、そういった作業の利便性もあって MacBook を使用される方が多いです。最後に建築学部の D 君の情報になるんですが、こちらの方は Windows の OS を使っていまして、詳細スペックはこちらのようになっています。ソフトウェアでは図面を制作する AutoCAD であったり、 RIM ソフトと呼ばれる ArchCAD だったり Revit を使っているようです。また Rhinoceros であったり SketchUp といった 3D モデリングソフトの使用をしていまして、ビジュアルで人に伝えるためにも必要な Adobe Illustrator など多岐にわたるソフトウェアを使用するのが建築学部の特徴になっています。建築設計においては複雑なモデルのレンタリングと呼ばれるものであったり、あとは細部にわたる設計図の作成が求められるようなので、大量のメモリと強力な処理能力がある作業がしやすいために、こういった少し結構スペックが高いものを使用されているようです。また大学のホームページにはですね、これらの推奨パソコンに関する詳細な情報を PDF 形式にまとめたものもございますので、新しいパソコンを買われる際にはご自身の専攻に合ったパソコンを選ぶようにしていただければと思います。その詳細については概要欄の方に URL で掲載してますので、ぜひご覧ください。はい、ということで、また次回の芝浦タイムズでお会いしましょう。またね。